鉄は0勝0敗2人でちゃんと勝ち上がってきました。いきましょう、ベスト8、1戦目、学べファンクラブ VS うちの先方って本当にバカ、これだよ、先方トレモロ VS 誠、開幕釣りしゃがみシールドだったら前捨て裏回りからトレモロワンコンからの生バンカーでも安い小足こすりで、さらに裏回りやりたい放題、シールドカウンター、これで大取り、自動解放は取ってリソース回復、おいしい、コパンレンダー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 対決、ああどっかで見た、落ちて、おっと、おいしい、ジェニシー剥がして、OK、昇龍1回目のリバサ昇龍、しかし最後は西、大事なのはトレモロ、うん、この1回目のリバサ昇龍っていうね名言を生み出したこのチームは素晴らしいと思います。試合が荒れてきたよ、2回目のリバサ昇龍、どう見ても下げ飛びやったけど大丈夫かな、早いな結構リクト4200、3回目許されない許されない、ジェニシーで締めて 5B まで、許されなかった許されなかった、3回目は許されません。まだトレモロ進行になるんですけど、準決勝はここかここになります、まだ分かりません。先方中堅戦、トレモロ VS JFK、 JFK が7夜クレセント、空中酒の後に華麗に降りてくる7夜ターン、母バクステこらえたいたところだが、画面足のマウントが解消した、クラゲ剥がして、まあまあまあ裏なんですが、体力リードは JFK、ギビこれはバックステガリーになる、発展拾い剥がし、ここは様子見、発展が潰れる、ここまで JFK がかなり慎重な立ち回り、リーダー JFK、7夜分からへん、関西人で俺でも阪神や言われても全く分かりませんが、ワンゴン通って、うお、セットプレーからの生だった、うっ、8点、8点、ウィンシャガードしたものの、ここで逆転に西ルーペきっちり時間を使い切れ、せやな、しょうがない、解放だけ警戒すれば OK です。大丈夫の取れ物、西野、あるある。西、カウンター。まあまあ、ここはゲージを使わず。剥がしなし。マイスガード。うん、入れた。潰して。ギリから、浮かない。西、惜しい。発展ゴン。剥がして、裏ガード。発展。やっぱりこの、おっと、受け身くらげ。早押し勝ち、潰し、ちゃんと剥がしてワン妥協で OK か、タクは解放を見てから今のは 2A 重ね状況判断確認解放なんかな。さてきました先方大挑戦、トレモロ VS 激ガンガー、激ガンガーのねダメージの取りどころ本当に何やろ、何やろ、視点が怪しいんでね勉強になる部分もある。ここはジャンプ欲しい、コンボミス、丁寧に暴れて解放、生解放、ニビ裏回ったらガード、避けで着地をごまかす、 JB から投げ外すから、なぜ
シールド中段重ねて、ここは裏表分からなかったら 2-2-C 中段 2-2-C 読んで、とりあえず3400投げれない、バックステイもいいかな、 5-C になる。第1ラウンドは激トレボロ2へ間に合った、3200立ち回り JC ノーマル2へから3500投げ外す、結構ねメルブラの投げはね外すの難しいと思うんですが、ちゃんとね仕込めてますね、投げ抜け解放2へ着地回復、うさんくさい2へ先手から中段からのもう一回激怒な取り返す1-1、まあぽいね、結構ねあの中段ねやっぱり急に来ると無理なんでね。さて初手激怒が4200から、なるほどね、爆手追加だが JC カウンター、これは痛い、できない男暴れ寿司ツーループからできないフォローする、うん、アルクエイドの何やろ、アルクエイドの 80% はフォロースキルやね、やっぱトリボロスタントで、まずは真鍋ファンクラブ準決勝進出、アル赤キャ先方は真鍋ファンクラブ、マナミファンクラブ、トレモロ、トレモロですね、え、合ってる、合ってるね、はい、トレモロ VS 誰やろ、誰やろ、 TSA さん、 TSA、 ちなみにこのメルティブラザーズレスアゲインカレントコードバージョン 1.07 は何キャラ、2キャラ AQ 持ってんの、2やんな、そのうちの1キャラが赤アキハ、もう1キャラが誰だっけ、猫コハメガやんね、フルコハメガやったっけ確か、はい、そのいまだにね A 級の呪縛から逃れないやメルディブラッドですが、2キャラ持ってる1キャラがこのフルムーンの赤アキハです。一応実戦レベルでも決まらなくはないといった A 級ですが、まあまあ狙って決めるのは相当厳しい、相手の強力がいるっつうかなんつうか状況が相当限られるんで、狙って決めるのは相当難しい影響です。先方戦空投げ、先ほどのアルケードチームは3人ともクレセントのオールドミルクリーブラッドみたいな感じでしたが、今回の鉄を食うトレモロはまあまあ3スタイルでも使えるプレイヤーですね。まずはトレモロ、アルケード、アルクエイドはね、なんだろう、結構ね、このメルブラっていうキャラ、主人公客のキャラが大体パワーキャラなんですよね。スピードキャラがね、コンパチキャラに取られてるんで、このアルクエイドもどっちかというと、パワーキャラです。しかし、フルムーンのアルクエイドは相当中間距離の差し込み能力が高い。牽制技も強いので、こういうワンチャンから引っ掛けていけば火力差、体力差が出る。でもループはできない。コンボミスでも500、500、裏回り、うまい、安いけどシールド空投げで締めて、北見から様子見投げれない、揺さぶるガード、揺さぶる、うん、いろんな格ゲーにはね歩き壊しっていう、歩き壊しっていうグラ潰しがあるんですけど、まあまあミルブラではまあまあ歩き壊しにテータが刺さるキャラは、グラップにテータが刺さるキャラはテータ、どっちどっちどっち、ユキチ、はい、ユキチくんですね、カマの初雪さんやったっけ、ユキチの方が中継戦、先方中継戦、トレモロバーサス川野初撃、お嫁キャラじゃないけど荷物男ゆきち、
きっちり。実はねこのアルクエイトというキャラねすごいねフルコンはかっこよくてまためっちゃ減るんですが、うん、アドリブがねなかなかアドリブではそこまで減るキャラじゃないんですよね。フルコンは減るけどアドリブはまあそれなりみたいなそんなキャラです。いやーしかしやっぱりこの一発が重い。第一ラウンドはトレボロ、ゴービーから。やっぱりパワーキャラとスピードキャラ初手の取り合いが辛い。こうなって体力リードを先に取ってしまえばパワーキャラが全然有利。なぜなら攻める相手を迎撃できるからである。逆にねこれ赤アキハが先手を取ると地獄です。ガードフロー B5C 大会ならではトレボロ2打目。そして大将が誰やったっけ。先方代表でトレボロ VS コマリ。コマリは九州勢の赤キャスライ。ステージは洗練場裏から。怖い怖い。もうこうなったらね赤アキアはやっぱり2段ジャンプ2回3段ジャンプ2回空中ダッシュを使った巡回モード。ごめんなさい2回空中ダッシュを使った赤アキアの巡回モードで OK でしょう。 5C4C 食い投げ揺さぶる 4C これが強いんだ。踏み込んだ誰で よし、これマックスですよ。マジフラグやから第2ラウンド弾で落とす。これは結構減る。実はねコンボダメージが相当高いこの赤アキハというキャラフルブーンは特に。しかし画面足マウントを取る。これは暴れつぶしの連携だがやったか。あガッダメ。何の煽りや。あーうまい今のはうまい。つぶしの何やったっけこれ。いくよ奥はハーフ。そうですね、うん、ハーフムーンのねアルクエイドはねクレセントのいいところとフルムーンのあんまり良くないところ足して似てまったようなそんな感じですね。ただねやっぱりねバイスカッツがあんなでかいからの。ああなるほどね。しかしコンボミス。奥にも緊張ある。アルケーダーねコンボがかっこいい。さあねアタックJDC から。いやこの JDC を使ったループからの置き攻め選択。あー引きずり下ろし無理やわ。出てこい。さて F 兄弟おっとレーン。 F 兄弟は白レーン上がっていったのはこちらアチョ限定当日チーム。当日チームクレアトラそしてメカの白レーンチーム。F 兄弟も設定戻します。 F 兄弟も設定戻します。来た当日2人でチームで来てメカ白レンお願いしますって言って組んだチームがベスト8へ進出。うん、ほんままだいけるまだいける、うん、まだいける。
全然いけるよ。さあ、止まりたい。はい。エビで逆転して。この動きなんか狙ってますね。狙ってますね。はい。あー、しかし。いやー、ハーフアルケードの強み出ましたね。ダブル A。これが長い、ハーフアルケードは。鉄は0勝0敗。2人でちゃんと勝ち上がってきました。行きましょう。ベスト81戦目。真鍋ファンクラブ VS。うちの先方って本当にバカ。これだよ。先方、トレモロ VS 誠。開幕、釣りしゃがみシールドだったが、前捨て裏回りからトレモロワンコンからの生バンカーでも安い小足こすりでさらに裏回りやりたい放題シールドカウンター、これで大取り、自動解放は取ってリソース回復、美味しい。コパネンダ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 解決、ああどっかで見た、落ちて、おっと、美味しい、ジェニシー剥がして、オッケー、昇竜1回目のリバサ昇竜、しかし最後は西、大事なのはトレモロ、うん、この1回目のリバサ昇竜っていうね、名言を生み出したこのチームは素晴らしいと思います。試合が荒れてきたよ、2回目のリバサ昇竜、どう見ても先飛びやったけど大丈夫かな、早いな結構リクト、4200、3回目許されない許されない、 JDC で締めて5ビーまで、許されなかった許されなかった、3回目は許されません。まずはトレモロ進行になるんですけど、準決勝はここかここになります、まだ分かりません。先方中堅戦、トレモロ VS JFK、 JFK が7ヤクレセント、空中酒の後に華麗に降りてくる7ヤターン母、バクスでこらえたいたところだが、画面足のマウントが解消した、クラゲ剥がして、まあまあまあ裏なんですが、体力リードは JFK、ギリこれはバックステガリーになる、発展拾い剥がし、ここは様子見、発展が潰れる、ここまで JFK がかなり慎重な立ち回り、リーダー JFK 7や、分からへん、関西人で俺でも阪神や言われても全く分かりませんが、ワンゴン通って、うお、セットプレーからのナムラだった、うっ、破天、破天、ウィシャガードしたものの、ここで逆転にヒルベきっちり時間を使い切れ、せやな、しょうがない、解放だけ警戒すれば OK です。大事なのは取れ物、西野、あるある、西カウンター、まあまあここはゲージを使わず剥がしなし、マイスガード、うん、入れた、潰して2尾から浮かない、西美味しい、破天荒剥がして、うーん、裏ガード破天、やっぱりこの、あおっと受け身クラゲ早押し勝ち、うーん、潰しちゃんと剥がして、ワン妥協で OK か、タクは解放見てから、今のは 2A 重ね状況判断確認解放なんかな、さてきました先方大挑戦、トレモロ VS 激ガンガー、激ガンガーのね、ダメージの取りどころは本当に、なんやろ、なんか視点が怪しいんでね、勉強になる部分もある、ここはジャンプ押し、コンボミス、
丁寧に暴れて解放、生解放、ギビ、裏回ったらガード、避けで着地をごまかす、ジェイビーから投げ外すから、ラドシールが中断、重ねてここは裏表分からなかったら 2-2C 中断、 2-2C 読んでとりあえず3400投げれない、バックステイいいかな、 5C になる。第1ラウンドは激トレモロ逃げ、間に合った3200、立ち回り JC ノーマル、逃げから3500投げ外す、結構ね、メルブラの投げはね、外すの難しいと思うんですが、ちゃんとね、仕込めてますね、投げ抜け解放2へ、着地解除、うさんくさい2へ、先手から中南からのもう1回激怒な取り返す、1時まあ、ぽいね、結構ね、あの中南ね、やっぱり急に来ると無理なんでね。さて、初手激怒が4200から、なるほどね、爆鉄追加だが JC カウンター、これは痛い、できない男暴れ寿司ツーループからできない、フォローする、うん、アルクエイドの何やろ、アルクエイドの 80% はフォロースキルやね、やっぱトリモロスタントで、まずは真鍋ファンクラブ準決勝進出、アル、いや俺コーサー女子高生が好きやから制服使ってるの知ってんで、2戦目です。逆に考えるのは負けちゃってもいいさと、バーサスこの中に1人パンピーがいる、先方テンバーサスコウ、翡翠バーサス東野明、かっこ制服、生足女子高生が好きやから制服使ってます的なコウ、西から好き、あーしっかりシールド、ここのところは対戦経験を詰めているといった感じですね。しかし来ちゃったワンチャン、おっとミスだ、やはりコウといったらコンボミスが多いという印象は拭えないんですが、ここから自殺待ちなんか発動しない、発動コマ投げが通る、このコンボを考えた新谷さん本当すごい、あ違うの違うんだ、ここはスパーク、おっとバンカーが潰れる、運がない、第1ラウンドこう、第2ラウンド、おお惜しい、まあさすがに3発目が当たらなかったか、弁当のある方向へ、ある方向へと保険プレイを使いながらだが、タイミングフラッシュの JC、 空中ダッシュ完成、 JC から始まった、このコンボマジ革命的、置いて発動を、ここは点耐える、だが着地補助に刺したんだっけ、 JA で降りて、確かにね、このなんやろ、ミドルレンジのスカートから覗く生足で秋葉の足技されるのは相当ね可愛いね、これ燃えて置いたが何も起きない、フルコンミスをごまかしながら天が攻める、画面足落としてスパーク、誇りが美味しい、美味しくない、空投げ締め、自殺待ち始まった、突き連打、ジャンプ当たらず、あー鳥長いんだよこのキャラの鳥、攻め継続や固めとしては全然使えない技ですが、中堅戦法戦、カナ VS コウ、入れ替える、丁寧な立ち回り、
くれよやじから、おっとコンボミス、若さが出たか。 JB、 うーん、くるげ、フォローが早い。でも若さが出ている感じ。スーミス揺さぶるが、ここは何も起きない。気水のスピード存分に生かした立ち回り、うまい。手だ読んで前捨てくぐりにし、今のはさすがにうますぎる。から発動 JCBA 中段ダック、見えません。発動からで、また中段、今のはちょっと高かったんで分かりやすい。しかし遅らせげらん、スパークが間に合った。いいだこう上から、よし、あー、インバリでスナブ。さあ B 兄弟決まっている。勝ったのは宮古、五一が死んだ。上がっていったのはバージョン 1.07 調整被害者の会宮古チーム。はい、では B 兄弟なんですけど、 B 兄弟なんですけど、すいません、白連の同キャラ、白連同キャラ B 兄弟でやります。はい、まあ、白連勝ち上がりは確定なんで、これ B 兄弟でやらせてもらいますね。白連同キャラ B 兄弟で、白連同キャラ B 兄弟でやります。お願いします。じゃんけんして 1P、2P を決めて B 兄弟で試合をお願いいたします。これはでかいね。あの体力リードからまくりに行った、2回受け止め投手はでかかった。オタまで橋のマウントを逃れながら、ダブルアップを成功させていったかな。オタマ折り投げる、早い、弁当は大、しかしこれはイレッパー、弁当だけは食らえないと。 B5C をタイミングバックステーからの駒投げ、いやー、こういうところの攻め能力もさすがに高い各移行者。ああ、ごめん、あってもいいさと、その無心の心で相対できるのが大将哀れ。ああ来た、哀れのフルムーン。まずは椅子、始まった、始まったよ。そしてモップ、椅子が割れるが問題なし。サジ、おサジ、おたま、おサジ、おたま、モップという黄金連、黄金コンボ。BC で落として、来た来た、イストリーゲーム来た、これだよ椅子。そして飛ばせてくるだけ、これ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 が見たかった俺実は。まずは哀しかしダッシュに石、初手はこう、これがうまい。シールドできっちり取るとキャラ対ができてる、すごいな。あの月シールド取るのめっちゃむずいと思うんですけど。セットプレイ、ここはガード、下段ガード、シールドカウント、置き止め、様子見、いろいろだった、取りで一旦離して解放、バックスのみ。今の解放読みもすごかったが、シールドカウンターは逆、これ中南、怖い怖い、ダイレクトリーダーセーフガキャ、こう 2C、 あーうまい、 2A5B で拾い直す。セットプレイ、シールド、あー燃えてしまう。だがイニシアチブでリソースは回復、ジェシー投げる、裏 2A から J2C ガード投げる、投げる、ジェシー
まずは一人抜いていった、負けちゃってもいいさと考えるんだ哀れ。大将中堅戦、おっと全力か、先に出たら新谷だよね、あれ違うな、うん、ソラさんでした、ごめんなさい。中堅はソラ、大将中堅戦、哀れ、まずはソラ。ここも椅子取りゲームから、椅子のせいでバク捨てできない、邪魔すぎワロタ、椅子置いたメルティーブラック、メルティーブラックアクセサリー、カネントコードバージョン 1.07 を代表する壊れ技の一つ椅子だと俺は今でも思ってます。確かに壊れてる技結構まだあるけど、いろんな技で引きを取らない椅子投げ解放ジェーカウンター、椅子が割れていた、声おおインバリーつなぐ椅子スカゲダン大はしごでエリアル地面、まずは哀れ、いやーやっぱこの翡翠をどう止めるかすごい大事になってくる、椅子でイレッパをはしごで潰す、はしごじゃモップが中断だべ、おっと出ないジェシー、椅子間に合わない、はしご椅子、ほんまにクーナの感性が早すぎる、このキャラこのジャンプシート噛み合いすぎてるが、ここは壊し暴れやすい、椅子物投げと軽快に中遠距離で動いている哀れ、引きずり下ろせないが JB ちょっと出しすぎた、ケチにクーナ投げで締めて JC スカ投げスカから、おっとコンボミス、椅子せやで、椅子投げれないからのコパンコスリごまかした、いやしかしここは空相手あんまり覚えてない、熱戦があったぜ、大将戦哀れ VS ニーヤ、椅子から始まった、椅子さえあればといったところ、月で椅子を割りながらダン下段ニーヤ初手、椅子も立ち回りをさせなければ問題あるめ、シールドカウンターだが、まあ取り切れ、おっと落ちた、下段西打ち切って、あんまり打ち切りたくないはずなんだが打ち切って、好き下段が通る、まあ見えません、ローキック下段第一ラウンドニア第2ラウンド、椅子取らせないだが誇りげない、早いゲランダックから椅子シールド潰して補正切りゲラン、起きるべ、椅子から 5B 有利、 2A も 5B も有利、暴れさせて潰す、はしごパラシコンボはできないが、ジェシーあーうまいダッシュ A できっちり拾う、11第3ラウンドJC から 5B、5C、椅子ぶっぱ椅子通って、月で割って椅子燃える椅子割りながら、俺のターンニーヤの攻め、 2C が通る、 J、クナイグからコンボミスが美味しい、バックステ、潰しきれない、ギリギリの攻め際、JC から真上何もない、椅子割った 2ヒット技、椅子だが AAB 当たらずからのフリーフレーム、もちろん暴れる、 JA カウンター拾えない、難しい、月がヒット、これも無理、アドリブしきれない、椅子取り手待って、 JC から B5C 椅子ここで椅子搭載、 BC から椅子ゲー入れっぱ成功だが空投げ、 BC 剥がして 2C 椅子入れっぱを潰れる、なんとか耐えた、ニーヤ耐える、 5B から空投げ取れない、上からだがここで入れ替える、セットプレイ発動、ジェシー中断、素直にニーヤが
チューラー勝ったのはこのさすバージョン 1.0 が挑戦被害者の回先方はマイニャン VS マーちゃん青子 VS ミヤコまずは裏からリエマイニャンごめんちょっと下げてちょい下げ投げて接地からスカゲダンうまくいかないが入れっぱジェシーよく見たらミヤコハーフムーン起き止めはおっとは拾えない緊張があるかジェシー投げれポイントな接地中ガード暴れたトリプル A 選手 5C2C で締めてここで自動解放 5A スパークジェシー普通にかぶさっただけさすがにベスト8も最後の試合緊張感が見えるだが球が同時に当たって空投げ地面とりあえず立ち回りを重視まあまあしょうがないですね波動まで第1ラウンド前には第2ラウンドめくりは爆声 JB からうーんと対抗させないだがダウン取って刻み選手相打ち問題ないダウン取っている3B かなやはり手が短い宮古フレームをきっちり使っていきたいがなかなか触れない青子線遠い消しながら 2A ここはダメージ重視重ねてスプレッド中ちょっと見やすい暴れるうまい空だけ締め何もない年間帯ボレてしまうやっちゃったおいしいコンボミス 2B なかなかむずい立ち回りうわうまい空中バックダッシュ空中前ダッシュの中タイミングずらし中段まずはマイヤースタイル大事なんだからこれミヤコクレセント先方中継戦マイニャン VS 黄色なるほどね黄色い03から2A からチューチューは後の中央ガードゲランガードゲランガードからあっちったスプレッドシールド取ったが確定フレームはガード JC 折り返しマジかグラゲで締めて JB までちょっとねコンボ判断が淡いのが気になりますが第1ラウンド前にゃん第2ラウンドまあまあ緊張するよね第2ラウンドやはり接地を消させて逆から当てれここはフロートカウンターゲージがあるんで接地からスプレート下段接地何もないが下段が通ってまあ問題ないでしょう 2C 足で落として 10A 対空が潰れるいやーきついわうんきついほんときついさてチームを連れてきたフルムーン対決ですね先方大将戦マイニャン VS ヤーシャマユノミ 5C の潰し爆声裏表見切ってバックステーノーマル球つながっていない新客はバック入れっぱで対応さてフルムミヤコ何をするかやることないぞ EX カードきっちり EX カードしてるところが偉いやることないなジェビーカウンターと拾えないジェビーノーマル揺さぶっていく下がる前にゃん追いかけたい裏だがここはボアツ JC カウンターついに来た選手で落としてシールドおっといろいろあったシールドカウンター出ない系男子バンカーなるほどタイムはきついきついきつすぎるあジェイビー空中ジェイビー
頑張れ、できるできる、諦めない気持ちもない、無理です、無理です、残念です。だが現実は非常、第1ラウンド前には第2ラウンド、第2ラウンド JB ガード、さあどうするこれ、本当本当やることね、 JB ノーマル取れない、2B 暴れて2A から、うわーやらかした、まさか当たっていたとはという 2A、 フレームからスプレッド、ゲランガード設置から中段、いや何回か殴っていたらいつか開く中段、いやー受け身からミスった、刻んできつい、追いかける、あー宮子は可愛い、だがだが小さい、本当得意な強化暴れつぶし、苦手なものは飛び道具、くらえワンチャンなかった、いやそんな可愛い宮子ですが、本当に皆さんいかがお過ごしでしょうか、打ち尽くせ、やってしまった、しょうがなかった、しょうがなかったんや、続けたみかん、さあここで意地を見せれるか、ハシロン全国的にも少ないんで、ぜひ楽しいもの見せていただきたい、さあ始まります、まずは氷を巻く、この氷がハシロンの強みでもある、巻く、溜めれる、知らないと意外に対処しづらいと思う、しっかり確認している、画面エリアでまず決めたのはみかん、ここで溜める、しかし発生している、これどっちだわからない、しかも空中がある不能なので大木攻め、表ここちょエリアを見せる、 5B 差し込むがコンボまでいけない、ジャンシー食い投げうまい、あっと位置入れ替わる、目まぐるしく変わってなかなかフラッグ触れないがダメージは取っている、さあみかんここは長い波動拳、長い下段、ここでガンダム奪って、コンボミスちょっと痛い、もったいないが、あーっと進路投げ漏れか、ここで安定コンボ、ゲージをマックスにしてどうやって攻め、中段これ落とさないよね、しっかり 2-2C、 まず1本取るのトルマルフラルク、ここまで来ると先に触った方かなり優先に試合進められるんじゃないでしょうか、しかしみかんゆっくりゆっくり、無理しないグランダー投げを暴発、じゃんえ、さあちょっと緊張しているように見えるみかん、ああ波動拳長い、 5B しっかりカウンター、簡単には確認して、ここでリバサの駒投げ、かっこいいコンボ、画面端持っていく、ここはわざと落とさない、さあ氷を置くが、アルクの波動拳長いので非常にやりづらそう、あーバケスが漏れる、ここはコンボ見せるが画面的に今度はしっかりガード、ここもガードで昇竜拳、これはまずい、 EX 目からワンコンボ入れて画面端崩れるとまずいが、おっとリバーサイレッパーをかます、西西発生も硬直も非常に優秀、まず勝っていくのは歩く側、どれもこれはどういう対戦になるのか、フルームーンの白レーン飛び道具が強い、画面始まる届く、まず設置飛び道具、そしてフルアルクは波動拳で設置を消していくが、まず触っている、しかししっかりガードしきる、すべてガードしろ、しっかり見ている、冷静だ、ここはループを1回挟んでゲーダメージと回収量を増やしていく、おっとさあいい感じに立ち回っている、なかなか相手に触らせない、これはフルムーンの白蓮の強いところ、触っている、画面端遅らせ中段から画面端しっかり 2C で拾うがコンボミス、 2B が漏れている、今度のコンボは若干転移気味、画面端しかし十分なダメージ、壊し刺さってこれは死んでしまうか、いやまだ残る、ぶっ放すがしっかり冷静にシールド、トレモルフラルク非常に落ち着いている、コンボミスをするものの画面端なので非常に状況が良い、これはゲージを吐いていく、ダメージと画面端という状況が欲しい、シールド
ここで差し込んだのがバッテリー、画面端から脱出して温泉のダメージ、おいしいシールド対応できない、シールド確認からのシールドしようとしたんだろうが確認できず、飛び道具巻いてここでしっかり遠くに投げまで持っていって強制的にタックル、あの接着非常に強い、優秀、ここでああ届かない、しかしダメージをしっかり奪っている、触られたくないが、ここでおっとグラブツーしっかり下ろして、西波動拳からこれは歩く、まだある、安定コンボ崩れてしまう、トレモルフラルクが強い、2人抜いてラルク、白レンがどうやって波動拳くぐって触るか、そしてセットプレイ持っていくかというところが重要になると思います。そしてフルムーンやることないときはゲージを貯めれる、これが非常にめんどくさい、飛び上げないで美味しいワンヒット、画面上まずコンボ入れたのはここでジャムニーシーからコンボ、さあどうする、ここはゲージを稼ぎに行く、 2B 持続重ねからしっかり、焦らない焦らない、ゆっくりヒロヒロゆっくり立ち回っていく、あー 2A をちょっと連発したか、しかしトレモルコンボミス、ジャンプカウンター、殺しに行ったぞ、アレク硬い、どうする、まだまだアレが中断、あの中断非常に見づらい、来る場所は決まっていますが西からしか出せないので非常に視覚的に見づらい、ここで引き剥がして画面端、おっとコンボミス、これ美味しいぞ、ジャンプ違うんだ、これは痛い、しかも最大拾いだがコンボミス、こすりがあって先スパヤミからワンコンボ、置き詰めマグ持っていく、さあどうする、画面で重ねてタックル、手だ、ここでもう一度置き詰めに持っていく、殺しきるぞ、ガードしている、トルマがしっかりガード、ダイルが 2B ゲーランです、さあフルシロレン、違うクレセントシロレン、攻めが止まらない、逃げ切ったものの体力が非常に危ない、ここでちょっとボスか、いや一確認ゲージがなかった、先スパ使わせて、危ない、まだ残る、ここでリバサー、わーっと上から飛んできている、かっこいい殺し方、ヒロヒロ大将なんとか踏ん張る、さあ歩く側2人目出てくるのが奥のハーフアルク、こちらのプレイヤーもハーフアルク非常に使い込んでいるプレイヤーなのでいい動きが見れそうだが、ここでゲダン、しかしハーフムーンのスタイルはスタイル上直側がないので防御はちょっと弱い部分があるが、大き攻め持っていく、画面で分装してゲダンガード、片目をしっかりガードしている、ここでターンがまだ映らない、ゴビ暴れ、コンボへ持っていけないがゲージをしっかり稼ぎたい、これは強いゴビ、おっと欲しいスカル、ここワンコンボ非常に美味しい、あしっかりコンボ入れて、しかしここで先スポーツ使わされる、リバサの膝中段、これは当たるのか、当たっている、インバリないぞ、かっこいいやり込みだ、ゲランガード片目が非常に抜けづらい、投げ殺しに行った、扇攻めが通るかどうか、ため氷ガーサゲだ、これは見づらい、おっとコンボミス、ガーッとバケツするものの最速に有効スリー、ヒロヒロ一本選手大将勝負強いぞ、ゆっくりゆっくり歩くがなかなかペースがつかめないが、まずは触りたい、ゴビー先端、あのゴビー先端が非常に強い、位置を入れ替えてためにシーをブンブン振る、ここでワンツースリーがヒット、ワンコンも決めるのはあーコンボミス、しかしまだまだ触っているのは歩く、ワンツースリー、あのワンツースリーすかされても非常に強い、バケスティア入れっぱが枯れちゃう優秀な技、ジャムにし突き顔をしっかりしている、これワンツースリー強い、まさにハーフ V 賞のワンツースリーを思い出す、投げて受け身は取らない、ここでリバサ読み、リバサしっかり様子見からの2C で哀れを買っていく、
一本取り返しマッチポイント。しかしヒロヒロここで2秒差し込んで、ここがゲージを使って奥攻めに持っていく。奥はゲージもないのに厳しいが、しっかり立っているガード、バックステしている。空中ヒットをしっかり確認して、ヒロヒロしっかりしている。小畑かっこいいコンボ。さあ白レイン優雅です、非常に優雅。ここでぶっ放すがガード安定、 2B でしっかりコンボを入れて最後の攻めになってしまうか。奥踏ん張れるか、これは厳しい。ヒロヒロ仕上がっている。あーんで、なんで飛んでるじゃんお前っていう飛んだじゃん。テスト今何勝だ。はい何も言わないじゃないですか大将鉄フラルク、ここで意地を見せれるか。 5B しっかり確認している。バグステル避ける、着地硬直させないが、触っているのは白レーン。ここで中断、まだ1回もミスしてなかったのに非常に有効だ。さあこれはダーしゃがんでる、あの置き攻め非常に強力。下段と中段タグがかなり速い。これは暴れてしまったが対空ショートしたが、カウンターが出ている。ここでまた置き攻め、この置き攻めループが白レーンの強いところ。しっかり潰していく白レーン、ヒロヒロマッチポイント。逆三立ていけるのか、歩くがなんとか踏ん張りたい。カウンター、これは痛い、広い。さあこれは痛いぞ、しかし十分なダメージは取れている。ゲージも止まって歩くなんとか触りたい。おっと上から降ってくるな、しっかりバックしてジャンプし抑えに行く、なかなか触れない。おっとこれはスパキャンです。相手が飛んできたのを見てスパキャンしたのか、しっかりしている。鉄しっかりガードしているが、相手有利なのか、暴れは通らない。ヒロヒロの奥攻めが始まる。リバサバンカーしっかり対策できている。あーっと中段、二段中段食らう。ここでちょっと怪しいぞ、ゲージは止まらないものの奥攻め厳しい。鉄どうする、暴れる、勝負強い。コンボをしっかりやって、まだまだワンチャンあるぞ。リバサの入れっぱー、決まったかったのは白レーン。逆三立て勝負強い。まずはこうらしい、勝ちに行くスタイル。まあね、ちょっと一人ずつ潰していかないとねいけないんでね。しかし実戦はどうなるかわからない。ラウンド1スタート。マニアさんがフルムーン、コウさんクレセント。まず鳥が当たって J2 回当たり元にもならない。なんか空中くらいしてコンボしっかり持っていった。コウさんが先手、フローバック JC からコンボ決めて J が当たんない。青子 3C で止めて設置してJC カウンター美味しい。 2B5C でしっかり拾って画面端追い込んでガンダッシュ。ケダ JB は飛んでかわす。こうダッシュが早いお互い。 2C が当たる、設置がどっか行って獣から拾いコーン決めてゲージがマックスなので設置をきますよねと発動しっかり重なっている。 JC テーダが入ってコンボを決めてラウンド取っていったのはこうの制服アキア。早い攻撃力もあります。あしかしフラオコもね、火力と転換の速さは一品もんです。さあ立ち回り見ていきましょう。第2ラウンド JA、JB が使ったところに反撃決めていくのはこうの制服。ブローバック JC から獣、獣、JC、JB、JC、ブローバック JC からの EX 設置から発動しっかり重なっている。青子は起き上がり早い、遅いはずなんですけどしっかり重ねていくが、その後コンボミス、ガン出しから5へ入れ込んでいった。ブローバック JC が当たんない。しかし獣でごまかしていく。ハイジャンプで逃げるも防戦一方か。青子解放するも、あーっとまだ生きてる、ワンチャンあります。フルムーンはこれがワンチャンがあれば生きていきます。空中ダッシュ、バックダッシュ、 JC 当たらない。お互い空中戦、鳥は当たりたくないけれども JB か JC は当てたい。青子着地5番5番からバックジャンプ JB になってしまった。 JC が使ったところにしっかり差し込んで空中拾いだったのでエリアルまで持っていってゲージがマックスなので設置を置きますよね。発動からここから、あーっと3発で暗い逃げ成功か。しかし引き剥がし属性がありましたと勝っていったのはこの制服アキハ。傘当たりからしっかり拾っていったのがやっぱりあの重要だったというか、まあ勝因でしょうね。先行の制服、あ
チェンさんでしたっけ。はい、中堅出てくるのはチェンさんのクレセントアーコ。あ、じゃあすいません、いやジェフリー・マンソンさんのクレセントアーコですね。クレセントなのって、まあ、設置と破裂を置いて相手の動きを制限して殴りに行きたいところをしっかり殴りに行ってる。3C ヒット確認からエリアリをしっかり決めて空投げからダッシュして 3C からワンツースリーブローバック貯めていたので中段食らってしまう。設置が置いてあって中段食らって破裂からなしっかりワンツースリーコン B 蹴り飛ばす用からインバリコンしっかり決めていく。おい、うまい今のシールド。カス当たり2段目が当たらない。とりあえずフォローして設置置いてブローバック波動を置いていく。セーフは赤ゲージが回復するも生命あぐねているか。空先からビアメとりあえず設置してフォローして獣が当たるけどどうにもならない。遠いです。アレツが当たって、あ、設置でした、ごめんなさい。 JBJBJC ラウンド取ってったな。ジェフリーマンソンさんの青子第2ラウンド、ここがちょっと翻弄されているか。追っかけて事故ってる感じですかね。しかし青子のスタイル狙い通りでしょう。A やめガード、あー設置が消されてコンボ持っていかれて後ろになんかあるけど気にしないでと思ったら気にしてしまったがコンボミスったが、その後グダってコウがコンボ決めていく。獣からブロバックジェシーが当たんない。その隙を逃さないでジェフマンさんが殴っていく。 EX 設置からとりあえず設置設置置いて逃げていくが、それをかいくぐるコウがカウンター。いやー、これはなんか予想の範囲内か。 JC と何か J か何かが相打ち、どうにもならない。5番 2B ブローバック AB 破裂だったが 2C で差し込んでいく。獣アドリブ安定行動ですね。安定コンボでしっかりラウンド取り返していくのはコウの制服。分かんなくなってきた。ゲージ状況は制服コウが有利か。第3ラウンドガンダッシュ J から傘当たりするもエリアルまで最後締めまで持っていけなかった。ブロバック JC 生当たり獣から引き剥がして位置を気にしつつ設置が当たる仕方がありません今のは。あー、まだなんとか命ながらいった青子。投げてからダウン落ちから中段下下から追撃してエリアル空投げからのガンダッシュ、テーダージェシー。あーっと 3C からレンガじゃなかったので解放で差し込んでいた制服時間使ってとりあえず EX 設置破裂発動してから獣で固めていく。それが当たらない。 JB 何が漏れたか。空雨がカウンターするも引きこもり青子スタイル、どうにもならない。シールド当たんなくて解放からの設置から空中雨 EX、 はい、籠城作戦。なんだか懐かしいこの光景。さあ来れるもんなら来てみろと。たまにねハイジャンプ空中雨で牽制してるのがなかなか味なところ。しかし獣が当たる、めんどくさいんです。あの中距離飛んでくるのがブロバックジェシー傘当たりどうにもなんなくて、これはあっと、あれつが邪魔でしたと。獣当たる、JCJ から殴りに行って暴れてしまったがコンボを決めていってるのはコウの制服。ブロバック JC から獣獣 JC、JBJC、ブロバック JC からの EX 設置から発動重なっておりますと。バンカー暗い逃げできなかったがコンボがつながる、つながって殺しきる。さあ先方で2人倒す、いい仕事してますコウの制服。大将引きずり出せる。さあフルムーンで殴りに行くよりも立ち回りでなんとか事故らせようっていう作戦ですかね。いいと思います。さあ先方対対象戦見ていきましょう。第1ラウンドスタート。まずはお互い牽制、 J がカス当たりしてコウがダッシュするもどうにもならない。画面端逃げていく青子、 JC が変な当たり方して空中蹴りでどっか飛んでって 2C ダウンどうにもならない。 5B が当たらない。 2C が当たってフローバック2からあーっとしゃがみシールド貼ってしまった。 EX 取りから目押し、しっかりコンボブローバック JC で落として、はい、いつものコンボをしっかり、おっとノーマルでゲージ温存かリバサナゲーや西西。いやあのブレイクダンスなんかどっかで見たな。あれはフルアキハか。チェンさんが殴って、おいダッシュビーケリー、これは受け身狩りも兼ねたコンボ。3800減らしてから空内がお互い噛み合ってきません。 JC から空中ケリーからカス当たり、横へが入んなくて JA カス当たり解放解放、ビーケリーが飛んでくるいやー当たってしまいますよね。ラウンド取っていったのはチェンさんの青子。突然飛んでくる中段に反応できるわけもない。第2ラウンド JB 5番5番 2C ブロバックいろいろ下下が当たって5番 JA から拾ってコンボ青子ダッシュからの 2B が当たる。ゲージがマックスなので強気に殴りに行きます。 5C から 2C から 3C から下下逃げて JC 当たらない。コウが逃げる鳥
に対して設置。なんかあんまりこうお互いに息がなさそうな牽制合戦ですけれども、ここが大事なんでしょう。空中雨 EX へフォロー、獣も当たらないので青子が攻める。下下からリピートマジックからのデータ JB から投げていって、あれは無理です、設置見てから体が硬直してしまいますと。硬直が当たる、硬直じゃねえ、はい、差し込んでいった。こう獣から引き剥がして、さあワンチャンがあるんです、このセーフアキャー。大きい攻めがどうする、ガードガードからの中段は空中くらい逃げ、いいと思います。グローバッーなんか2段ジャンプから受け身取ったら獣が当たっている、最悪ですゲージ剥がれて、発動は遅れたところ、相打ち分かんない、口吹き湧き上がって、ああ A 波動が扱って西までしっかりガード、 J 引きずり落としてバックダッシュ、設置からワンから軽量が今度立っている、しっかりガードしてる。 J ですか、獣設置設置設置からの青子が攻める、アキア画面端を背負って空投げ食らってしまう。あー時間だったか、時間だったか、逃げ切ったか、ラウンド取っていったのはこの制服、最終ラウンド、さあ分かんなくなってきました。お互いにダッシュ設置、まあ飛び道具とダッシュのね差し合いでしょう。空取り獣が当たる、いい位置でした、最悪の位置でしょうそれ。画面端の置き攻めが待っています、発動直下からしゃがみっぱ、獣はガード中段中段をガードして、蹴りが空中カウンターからワンで拾えなかったけれども、投げてダウン位置からの設置じゃなくて B 蹴り、お蹴りから蹴りすっげえ攻め気合い、中段立ってる、展開早すぎるシールド A 蹴りノーマルヒット、 JB は空中カウンター、 JC で降りて先スパ、いい判断、ゴシーが当たるも獣ガードワンかさ当たり、設置から飛んでって 3C がカウンターして JBJB が当たんない、お互い出しから噛み合って先スパ、設置があるのでガードする、制服中段から下下決まって JBJC、 JBJC 空中ダッシュ投げからのガンダッシュ 2B 空中くらい、 J がカウンターしたので殴っていく、空投げガンダッシュ、 J から透かして投げ払え、 J 三振が当たんない、解放通す通る、こっからローソンのバンからジャンプキャンセル、 JB が漏れてガード間に合う、恐ろしい攻防、危ないワンセッチ、あーっと 2C で動かしてジャンプキャンセル、 J カツ当たり、あーっとあー買い物 5B から拾って設置して投げて解放通る、これは JC 空中くらいカツ当たり解放、間に合うけど間に合ってない、勝ったな J 青子、なんという接戦、どこで行き過ぎすればいいんだっていうね、中堅引きずり出す、はい、空の制服、そう制服が3人いるって恐ろしいチーム、あーいいじゃないの、あー女子高生3人チーム、対して青子さん、うん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 、さあ頑張ってほしいところ。第1ラウンド設置を J で消して殴りに行った空だったが、相打ちと思いきやなんだかんだでコンボ剣は空破裂からのジェシーからの着地下段、コンボを決める、獣コン、なんか説明するほどの基礎コンなんだけど、あーっとあのブローバック JC が確か結構タイミング難しいはず、中段食らって先スパ誘われたけれども、ちょっと位置が遠かったがチェンスさん追撃できず、空中くらいから獣をしっかりつなげていって拾いができている、ブローバック JC からの設置から発動中段非常に欲望にまみれた中段でした。しかし当たればいいんです、勝てばいいんです、ラウンド取っていったのは空の制服、2ラウンド目設置当たってから着地下段当たってワンヒット確認からダウン落ちになってしまったか知らないよと投げて、ダウン落ちからのワンツー後ろに逃げて設置置いて空中雨 JB ノーマルヒット JJAJB から投げてワンがなんかしゃがみに負ける、うまい、 どこに置いてんのとその蹴り、いい割り込みです、設置置いて設置置いてワンで攻める青子を対する獣をなんとか伝え解放、赤ため回収してガンダッシュ通り抜けすぎでしょ、恐ろしい機動力の制服に対して青子をばらまきながらどっかで差し込んでいきたい、蹴りがすかってその後5番が入る、もう繋がらない、ワンツースリーまで出し切って何も起こんない、 JA がカウンターしたのでジャンプキャンセルを駆使して LR まで繋がんない、蹴りが待っていた、下で蹴りが待っている、こいつは恐ろしい、雨から EX 設置からの当たったカウンター 2C 5C 3C LR ダメージ取りに行って、はい雨かなんか当たった、あチェンが粘る、最終ラウンドこの設置 VS 獣、
間合いの勝負か。雨出し込み当たんない、後ろに逃げてとりあえず接地を置いて接地を置いて接地を置いて飛んでいくスタイル。接地一発は安いけれどもこういうカウンターが痛いんです。2尾拾いが難しかった。雨から JA バックダッシュ JA です。相手の受け身を読んでおいてました。いいと思います。接地接地 JA からのバックダバックジャンプ JC2 尾置いていた。差し込みいいです。相手が動くことどこに刺さったか。出し越し相打ちワンツーツー当たんない。インバル拾い JB雨置いてワンツースリー。雨が当たんなかったので食らってしまったが、さあ巻き返していくチェーンアオコ大将をついに引きずり出す。いやーさすが一番脅威なんじゃないかなチーム戦において。さあ流れをこのまま持ってくるかチェーンアオコ。最後粘って勝ちをもぎ取りたいニーヤ。大将戦最終戦始まりました。第1ラウンドまずお互い牽制。ニーヤさんは鳥で消していくスタイルかな。先手取ったのはニーヤ。制服コンボはミスらない。ゲージをさっさと吐く。ゲージのある限り殴りに行くんです。正解です。ブローバック JC 判断早すぎ。ゲージのある限り吐いていく。そのまま殺せればいいんだろうと。あーっとブローバック JC 出なかったか。 JB かカウンターして JS 化して拾ってチェーンが 2B2C からエリアル。ゲージがマックス走って 5C2B ブローバック2A から1,2,3 あっと今のは 5C が当たらなかったか。投げからダウンを1 1,2 から下下からの引き上がしかかとで落として設置して置き攻め解放当たる当てる。お互い解放赤溜め回収してこっから設置置いてる分青子が有利かと思いきや制服の足の長さと出しの速さには関係ありません。しかしジャンプできなかった新谷さん警戒した布石だったか。ガンダッシュに獣が当たるもそこから繋がんない。5番5番西ゴエゴエ鏡からバンカーどうにもなんない。空が深連携青子うまいからのダッシュワンツースリー欲望にまみれた中段からのあーっと受け身狩りが当たんない。西は獣風当たりどうにもなんなくてまだ分かんない G 単発雨がありました。チェンがラウンド取っていって逆タグの流れからのリーチこれは大きい。何ラウンド取りと設置破裂あんまり設置とか破裂とか言わない方がいいのかな。まあいいや雨が当たって傘当たり空中戦と地上戦を駆使して青子に近づいていく制服対して引きこもりながらも引きこもりながらもチャンスは逃さないと殴りに行くチェーンさんの青子空取りと設置のせめぎ合い。そして訪れる接近戦の機会あい獣が置いてあったどうにもなんない。空中蹴りも当たんない。お互い前管理うますぎ。さあ破裂維持して今画面2人で往復してたんだけど恐ろしい戦いだ。空中設置設置設置 BA やめ獣獣一発で待つさや制服事故らせたい青子しかし西刺さって新谷さんのターンかサーキスパーいや流れを持ってかせあっと中段はしっかりガードダッシュワン当たんない。設置四隅三振当たんない。2C からノーキャンセル危なかった。鏡空中ガード EXX ガードからどうにもならない。獣が当たる置いていましたと空投げ危ないガードするお互い立ち回り立ち回りガードが硬いワンツースリータイムアップ。さあしっかりラウンド保持逃げていきます。リスクは極力動かさない。最終ラウンド2ラウンド目はお互い硬直してましたけどここは動くか。接近戦雨が当たらない。雨が当たってガードチェンさんが攻める A 波動当たらない雨この自分は当てるけどお前も当てるな的な置き方カウンターしたのでダウン落ちになってしまう。 3C からノーキャンセル四隅設置置いて空取りマーク制服制服の JC に当たらないように出してくぐる青子うまい位置取り設置設置西ああお互いカウンター振り出しに戻る。ゲージマックスは制服だけれどもだけれどもチェンが許さない。食らい逃げされても痛手を負わないと。あーっとシールドからの5パン漏れておい蹴りカウンターどうにもなんない。拾わない拾えないからのリピートマジック手だ。 JB からのいろいろ匂わせてニーヤガードが硬い。 EX 鏡から 3C が地上間に合ってるガード雨からのワンツースリーまで出し切りワンツーが使ったので 2C で差し込むいい判断です。致命傷になり得るか
ドロバックジェシーミスんない、設置発動、しっかり重なっております。暗い逃げ選択、いい暗い逃げ、雨 EX 設置、獣ガードガンダッシュ、小判小判投げて設置が来て2ビース、2Cが当たってコンボ決めて、ラータイムアップで勝っていったのはジェンアオコ、まさかのまさかの逆算で立てづらい、そういう強さを持っている。では見ていきましょう、大事な大事な先鋒戦、ワンピーガーワンマンヤーコツピーガーミカンの正面立ち回り、ミカンこのハーフ正面の時からダッシュが非常に速い、おそらく V 勝よりも速い、その中でこの立ち火と A 勝負を使っていくんだが、投げ漏れだったのか、シールド漏れに対してコバーバレがシャガー C からエースが溜めて生当たりしている、ワッツならないバンカー切って空中の A 氷、これも白縁の特徴、ハーフ白縁の特徴ですね、めくりっぽい当たり方か、ゲージ管理もバッチリ、まずはワンヤー速攻30秒、2本目、ゲージを作りたいミカンだが、ワンヤーうまいこと逃げる、端は嫌でござるというんだが、飛び紙のシャガー C でしょうか、シャガー B ですね、大工タッチシーターで着地に合わせていく、これは引き離し失敗ですね、マイヤーこっから立ち回りを構築していきたい、アロー出して、アロー出してタンヤロー、アロー、この単発はバカにならない、マイヤー前に出るのか、ここで前に出るが やはり下がる、籠城していく立ち回り、ゲージマックスだが、これは白よく取れた、サケスは使って攻めきるところを維持していく、空中 B 氷空が可能なはずだが、なかなか判定が強い、コア足暴れから投げて橋ゲット、冬巻いてアロ出して、とりあえずサキスパを使わせたいマイナン、当たってしまって、これ美味しい、みかんどうせしのげるのか、見えません、物理的に見えません、投げて読み筋だったら2回目がある、フェイントカーノン様ですね、グーテしっかり落ちろ、逃げるマイナン、しかしアローに対してダッシュ勝利、くぐっていくキャラ隊が出ている感じがする、取り返して11、開幕、おーおー、どこで上がった、ビーホリー、エコリか、走って立ち冬を消していく、冬ごと消していくが残っている、たまずしかし冬は仕事をする、ボッシャがどうした、マイヤー落ち着いていきたい、ミカはこのまま正義たい、飛んでこれは美味しい、立ち見からしっかり拾う、投げて、これはリバーサーだが、いろいろあった、いろいろあった、触っているのはワイヤン、ゲージは吐いて、大喜利の選択、ツラからのため冬爆捨て知ってる、これはもしや白蓮の硬さでも残った、ドット漏れた出てしまったという感じか、まずは先方セアワイヤン、クレセント、かなり白蓮のクレセントは拒否択が豊富、まあそういう意味では青子の攻めをいなしやすいと言えるのか、開幕ジャンシーカウンター、これが減るんだ、ダッシュから拒否っている、重なってないなら暴れていく、 EX フリーズからシャガー C シャガー B からのどっちだ、暴れている、見えねえならボタンを押す、ツアーからの冬、これがリバーサ対策になっている、 EX フリーズからシャワーシーエースは安定ルート、少ししっかりガードして右相打ち受け身成功、さあここから持ち直していきたい、立ちなんか出た、しっかりとセンターつないでいく、まずはワイヤン、バッテリー落ち着いていきたい、さあ打って変わってワイヤン引きこもりの体勢を取っているか、バッテリーどのように対策を練っていくか、ネージュ出していくが、ダッシュダッシュ、これで対空ザーシュ、ちょっと痛いしろ、投げてハーシゲット、何をせたか、アイナーをボタンを押す、てめえビビってんだろうと、そんな石が見える、受け身変えなくて惜しかったわ、バッテリー氷からシャガーシー、シャガービーからのネージュ、ゲラマシクよ、飛べない連携、これは見えている、おっとこれはラッキーだった、詐欺っているというか勝利対策、シャラビーセンターはクラハンディは出てません、取り返して11、落ち着いてきた感じがしますね、さあ立ち回り、マイヤー今度は前に出るが空中 A コールカウンター、非常に美味しい、投げてジャンニーシーため飛ばさない B コールだ、これは外
当てない。単発もバカにならないんだ。逃げれない。このトリガーをマイヤー巻いてる。取り切れない。なあ広いよ。処理警戒。これは一発対策になっているというか爆笑を勝っている。ネージュから中段ナチュラルにしゃがんでいる。さすがに押さない。勝ったのはバッテリー。これで1-1。中堅守護と押しました。ワッフルダイク中堅戦ジェフリーマンソン VS バッテリー。まあ、やはりフローコまずは画面端に自ら入っていく形、そして攻めれるところで前に出るというスタイルだな。ジャンシーがダッシュ車内しっかり塞いで、ゲージがないので置き攻めルート、ノーゲージでも置き攻めに行ける。シャガシーエースらから浮遊出してゆっくりグッゆっくりグッ、そしてスカシ展開がかなり早い。まずはジェフリー2本目ゲージをまずは稼ぎたい。ジェフリー対するバッテリーはうまいことさばいていきたかったが、このフロアをこの攻めが厳しい。我々しゃみ声しているジャミー冬から2段を中段、またしても中段ナチュラルにカウンターしている。投げて取り戻し、カウンターだから拾える。まだ残した。最後はナチュラル腰素直に行った速攻という感じ。あしてもフルタイクレの組み合わせ、これが最後になるのか。白レンチームは意地を見せてほしい。いきましょう、中堅対象戦。ワンピ、ワンピが青子チームはジェフリーマンソン青子、ツーピー側は最後ヒロヒロの初戦関東戦。関東は九州のコースだが、関東にも青子多いので対策はあるはずなんだが、この竹りっぷりは対策もクソもあったもんじゃない。まさに速攻である。まずはジェフリー、これでリーチ、相手に隙間を与えない。しっかりとアグリバッチリよく見えている。壊しから当然ゲージを剥ぐ。直がなったんだがバンカーが遅かった。大変なことになる。ゆっくりいく、ゆっくりいく、ユーリフレームを押し付ける。投げてダウン落ちから冬吐いて下段でやる。次のじゃんけんで死が見える。エースは何を選択、これはなぜ使ったし、飛び出していく EX リーズ。ヒロヒロ落ち着いている。シャビ確定解放、どうしてバイタルを戻したい。ジェフリーここは下がる、攻め時を知っている。ヒロヒロは下から行く感じ。アローに外れ、簡単だ。これは冬が入っている、ラッキー。ヒロヒロ前に出たいがジェフリーの立場がなかなか仕上がっている感じがする。ジャニシ、ジャシ、ジャミーだ。シールドカウンター合わせてどっちだ、下段ガード日から割れない、通ってしまう。ここまで勝ったのはジェフリーということで、同キャラ水曜戦優勝は西野ホーツ会です。おめでとうございます。いやー持っていったジェフリーマンソン4周年同キャラ、もうかな制覇。